サッカーエゴイストチャンネルへようこそ。このチャンネルは中学生や大学生などの育成年代の指導に力を入れていらっしゃる名古屋 FC の代表尾崎さんと一緒にサッカーの有識者にインタビューをしていく番組となっております。では尾崎さん、はい、よろしくお願いします。今日もまたよろしくお願いします。お願いします、このシリーズ本当にパッとこうテーマを言われてね、はい、その時にパッと喋るから意外と死に滅裂になることもあるけれども、はい、ここは素人っていうことでご勘弁いただいて、はい、後でしまったら 何もまとえてるような話なかったなって自分で思うことあるんだけど、まあそれはそれでよしとして、ね、っていうことで今日のテーマは何でしょうか。はい、本日のテーマはですね、はい、タイミングはどうやって学べばいいのかっていう。あのさ、この間小学校でやるべきこと、はい、中学校生でやるべきことって言って、はい、言ってきたじゃない。はい、で、サッカーっていうのは、これ学んで、次これ学んで、今度これ学んでっていう風じゃなくて、はい、僕はよく小学生に言ってきた、算数の次に数学があって、はい、数学ができるようになったら物理とかがあって、うん、はい、っていうふうにこう高級になっていくじゃない、はい、うん、だから 1+1 は2っていうのを間違えちゃダメだよっていう、まあそれを理屈をちゃんと言うわけ、はい、はいはい、だから止める蹴るができなければ、うん、高級になっていった時に難しいよねっつって、だけど止める蹴るばっかりやって、じゃあ止める蹴るが小学生で上手くなったから、じゃあ中学生では違うことやりましょう、じゃあダメだ、はい、ってよく言ってきたじゃんね、はい、じゃあタイミングって言ったら、うん、結局目に見えない技術、うん、前、はい、目に見える技術っていう言い方をした、はい、目に見えない技術っていうのを中学生年代にはやりましょう、はい、これが考える力であったり、聞く力であったりって言ったじゃんね。はい。で、その時に最後にコミュニケーションスキルって言った。うん。うん。タイミングって目に見えないところなんで。はい。同じチームメイトの中でのタイミング。うん。だけど、例えば上手くなって日本代表になって、違うセレクトをされた人たちが余ったこう選抜チームであったり。はい。中学から高校、高校から大学に行ったときに新たなチームになるわけだし、うん、はい、プロフェッショナルだったら移籍をしたり、うん、その時にタイミングって今までの自分のタイミングで合う合わないっていうのがあるわけだから、はい、結局即座の対応ができるか、うん、そのチームメイトとかこうチームの中のね、はい、こうタイミングを取る場面っていうのはサッカー経験者だったら誰でもあるわけですね。はい。振り向いた時に走るとかね。はいはい。よく中学生とか大学生でもよくあるんだけども、はい、逆サイドでボールを持ってて、うんうん、外向いてるのに、逆逆って言って、なんで出さねえんだよみたいな。いますね。そんな姿勢で外向いてるのにこっち見えないし、お前どんなタイミングで声かけてんだよっていう、うん、ね、はい、そうすると声をかけるタイミングもボールホルダーの動きとか姿勢とかを見て出す、うん、こうたまたま逆サイドにボールがあるから、あのこっちの逆サイドはフリーですよっていう、だから声を出すっていう、うん、そうするとタイミングは全く悪いわけですよ。はい、ね、逆っていうのはいいかもしれない、うんうん、でも逆って言った瞬間にディフェンスもさ気がつくしさ、はい、そうするとやっぱり観察っていうところだと思うんだよね。おお、はいはい、うん、でもちろんそのさっき言ったタイミングで僕のタイミングはこうだよとかチームメイトとコミュニケーションを取りながら、うん、こう中学生あたりだったらもう話し合ったりして、はい、特徴を観察する、特徴を読み取る、はい、ね、あいつはこう本当にノールックパスでも、ね、周りが見えてるからこのタイミングで走れば出てくるなとか、はい、
ね、インターセプトなんかそうじゃん、タイミングじゃんね。ああ、はい。タイミングと予測じゃんね。はい。うん。だからそうやって観察力が高いやつっていうのは、やっぱりいろんな頭の中でこう想像とか予測ができるんで、ここは止める蹴るの技術以前の問題、以前じゃないか、以前って言い方は良くないな、止める蹴るとはまた別次元の問題なんで、はい、タイミングっていうのは見えないんだよね、うんうん、自分で探すしかない。あ、はい、うん、ということは考えたり観察したりする目に見えないスキルがをどっかで学んでいかないとダメと。ああ、まあだけど、まあ最終的にはチーム内のコミュニケーションをしっかり取れるっていうのも大事な要素の一つはあるけどね、うん、はい、うん、自分と味方、うん、自分と敵ね、こう観察していくと、このタイミングだったらボールがインターセプトできるなとかね、うんうん、これはもう相手を見るしかないじゃない、観察するしかないじゃん、そういう局面を意識を持ってたくさん経験する、うん、トレーニングからそういうことを意識してやっていく、はいはい、分かってもらえたかな。まあ、自分の頭の中ではね、何十年もこうサッカーやってきて教えてくるっていうと、まあそういう専門的な言い方ができないんで難しいけども、うん、まあ素人なんで勘弁をということで、はい、タイミングの取り方でした、うん、ということで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。